下妻氏は、摂津源氏を自称する一族であり、代々本願寺の傍観を務めてきた家柄で、地下家である。戦国時代に一向一揆の指導者として活躍した者が一族に多い。なお、加賀一向一揆の指導者の一人、下妻連僧は、連女から生を貸しされたものであり、本性も異なる。下妻氏の初代とされる、源の重は、 源の頼政のやし下ごである。上級元年、同族の源の頼重が、言葉上皇によって撃たれると、宗重も連座して処刑されることとなった。だが、たまたま通りかかった親鸞が処刑することの火を説いた、ため、親鸞が宗重を出家させることを条件に除名された。宗重は親鸞に深く感謝して出家し、位坊と名乗って、親鸞の弟子となり、 東国での伝道に随従する。新蘭が、日立国下妻に世を構えた時に、これを記念して、デニー坊は、下妻を名乗り、これが変化して、下妻になったのだという。織田信長と大阪本願寺11世保守権女が、衝突した石山合戦では主に、下妻雷連、下妻雷竜、下妻中高らが権女に従って、織田軍と戦った。権女の死後、 東本願寺と西本願寺に分裂すると、下妻市一族もまた分裂することとなり、大連の行務強化、中高氏の昇進化、下妻よりのりの区内教科が、西本願寺に仕えた。内流、大広志夫氏は、東本願寺に仕えたが、内流の死後、大広志は出本して、親族の池田輝正を頼り、後、池田政を名乗り池田重俊と改名した。 池田氏の重臣としての扱いを受けていたが、池田氏に従軍した大阪の陣の先行により、徳川家康から摂津国天ヶ崎藩一万国を与えられ、独立大名大偶となった。本価格である池田氏の天保に伴い、張馬国イカル藩の地、新宮藩一万国に移動した。茂戸氏から後代後に、池田家から養子を迎え、この京府の下妻氏の血統は途絶えている。また、 むつぐ海域の影響で三千国の旗本となった、ものの、幕末に、江戸町奉行を三度務めた池田来訪を輩出した、小田信寺の娘。以前岡山藩が老天木池田や池田義隆の子。旗本池田聖盛の子。三河奥田藩主、松平のりの子。武蔵金沢藩主、米倉吉一の名の男。西本願寺、宝女の子。 A.B. 説は佐田藩主、青木和則の子。蓮光寺、出土の子。丹波矢部藩主、久喜高志号の子。ありがとうございます。